皆さんこんにちはハイブリッドダブル合格コースのここがすごいというお題で2019年管理業務主任者マンション管理士の講座説明会始めさせていただきます担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれでは、えー、ダブル合格コースなんですが、えー、皆さんいろいろな立場で聞いていらっしゃると思うんですがこのレックの、えー、官業満館の ダブル合格コース、これにプラスアルファしていく講座なんですがね。えー、っともしえー、っと視点あの格合格度に気になっている方は、パンフレットなどをねいただいてちょっと見ていただければいいんですがこちら。二千十九年度の管理業務主任者マンション管理士についての講座でですね、基幹講座が、えー、このマンション管業ともダブル合格コースとなっております。このダブル合格コースにプラスアルファしてですね、えー、まあこれ場所で言うと東京の 渋谷と大阪梅田なんですがねこの2校において管理業務主任者マンション管理士の講座ではちょっと珍しい生の講座をねやっていこうというものですもう数年やっているんですけれども毎年毎年まあいい評判をいただいていてですねまあ、これも 本年2019年度リニューアルしてやっていこうというところですねまあ内容も踏まえてね少しお話聞いていただければと思いますのでよろしくお願いします。で最初にお伝えしたようにこのダブル合格コースのこのハイブリッド合格コースなんですけれどもあくまでも通信でやっている 関与満貫ダブルコースにプラス表ラバして、えー、まあオプションとしてつ、ね、けていただくコーダーです。基本的には、えー、通信のねやっていただくってるというところですね。お聞きになっている方ね、えー、お手元にこの分厚い冊子ね、えー、今年からですねものすごく太いね適当、えー、になったんですね。まあ、ただしこれは今まで分冊されていたものを一冊に合算してまあところでまあ今のまで通りね、えー、分冊して使いたいっていう方はちょっとあれですけどね、えー、うまく切り取ってねまあ三分冊になっております。 ここのダブル合格コースにおいてこのテキストでしっかり学んだとことをです、ね、生講座でま,あまとめていこうというものをです、ねえー、まあこの特徴も踏まえてこのハイブリッドダブル合格コースの、ね、内容を見ていきますがまず日程としてはです、ねまあ、パンフレットをお持ちの方は18ページに、ね、一覧表があります。申し訳ないんですが実施校は 書いてある通り東京の渋谷とそれから大阪、梅田駅前本校この2つなんですが、えー、昨年よりもかなりパワーアップして、まあ、リニューアルしてパワーアップしてですね回数も増やしてお,っております、えー、始まりが3月の24日からなんですけれどもね途中入校も可能ですので今現在ダブル合格コースを申し込んでね、えー、視聴されている方はぜひぜひ場所に限りはあるもののね それから、まだ何もやってない、何も申し込んでないという方も、ですね、ぜひぜひ、このダブル合格コース、まあ、内容などはですね、各校のまあ担当の方に聞いていただいたり、それからえ問い方はね、まあ、電話なり、メールなりでですね、レクの,のコールセンターで聞いていただければと思います。でこのダブルコースを申し込んでいただいたただ方、えーまあ このゼミで、ね、スリーステップデミというところも踏まえてねこちらの合格スリーステップデミということをやっておりますので合わせてご覧、えーね、検討していただければと思います。で肝心の内容なんですが何をするかっていうことなんですが、まあ、目的としてはやっぱり、えー、3つですね。1つは生 えー、私くしが、福、え、が、ー、東京の渋谷港においては私が実際に担当しております,します、えー、昨年に引き続きなんですけれどもね、えー、その、まあ、生講座のいいところ、悪いところ、えーまあ、悪いところはそれほどないんですけどまずは何と言ったとしてもですね実際に、えー、一通りの概要をつかんでいるはずですから、まあ、そこで不明点なところをですね直接、まあ、講師にぶつけれる、まあ、なかなかですね、えー、多数の、ね、マスク講義になりますので授業中などなどはなかなか難しいところがあるんですが まあ休憩時間であったり、ね、そういうところを利用して、まあ、でも、まあ、ゼミと名を売っている以上は時折ですね、えー、まあ私の方からどうですかというので、えー、皆さんに聞きながらも進めていきますのでそういう疑問点などなどがまあ解消せきるというところそれから、まあ、これはちょっと派生的なところかもしれませんがですね、まあ、多数の同じ志を持ってやっている方が集まってくるんですねで、えー、苦しんでいるのは自分だけじゃないと、えー、ちょっと後ろ向きですかねそういう気持ちになって。まあ えまあかなり前向きに前向きに勉強できていくというところも踏まえてそれから緊張感ですね一人でまあもちろんですねあの充実した通信兄弟ありますけれども師匠きょうもありますけれどもなんといっても緊張感が生まれる中でやるとですねまあそういうのはやっぱり経験しておかないとねで本番はもちろん生でね誰も答えてくれない中で,ですねまあそういう精神的な強さも絶対できると思いますのでまずそのえ特徴が一つですね。そそしてもう一つがその 講義の中身なんですけれども先ほど、えー、合格コースの中でこの分厚いテキスト、えー、じっくり学んでいくということなんですけれども試験ではその4択の問題を解いていかなきゃいけないので、まあ、こちらすいません。昨年の教材なんですが じゃね、毎回毎回、まあ、20ページから30ページぐらいの小冊子を用意して何をするかっていうところなんですがテキストで概要をしっかり捉えて、まあ、理解した上で結局試験ではここっていうところをまとめてそして具体的にです、ね、過去に出題された問題を、えーまあ、使いながら、まあ、解いていこうという中身なんですね。えー、これが この試験合格のために一番必要なもの、えー、確かに、えー、別にテキストの悪口というわけじゃないんですけど、まあ、1000ページ超える分量の中で,です、ね、全部を覚えることはほぼ不可能ですところがその1000の情報よりも絞って50100にしてただその50100というのが一番肝心肝要なところなので、ね、そこをまあこういう形で集めました中身1例2例なんですけれども結構ほぼほぼ結構ほぼほぼっておかしいですけどねほぼほぼ毎年のように出題される1例ですが この、えー、官業万貫とも区分所有法の中で管理組合法人というのがありますね。でこれ特徴的ですので比較的よく出題されるんですね。でもちろん管理組合法人とはなんぞやっていうところをしっかりテキストに記載されているんですが、一番肝心関要なのっていうのはここのところに集めてるんですね。えー、何かっていうと通常の管理組合は普通の管理組合です。 ところがそれを法人にすることもできる。じゃあ法人にした場合どういうことで違ってくるのかっていうところはものすごく深いところがあるんですが、実を言うと試験で聞かれるのはここなんですね。えー、例えば、去年一昨年ね、2017年の管理業務主任者で出題された問題なんですが、こういう問題です。少し小さいのでね、大きくしながら見ますと、読み上げますね。管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば誤って、 ているものはどれかとね、えー、です。まあ、簡単にいきます法人って聞いてるんですね普通の管理組合じゃなくて法人なんですよで法人に置き換えた時には、えー、管理組合法人の事務に関して区分所有者のためにやっぱり原告被告となることがあるんですね法人はねところがこの文言はここにリジット書いてあるんですよ、えー、これ法人自体が 原告被告となっていくこともなるので文としては誤っているものどれか、まあ、以上これが誤っております回答は4番。ということなんですよ試験ではものすごい情報量の中でここをこういうふうに入れ替えてくる。 とといいううころが一番寛容なのので、そういったものをまとめた、あこういうものを使いながら、まあ、結局比較としてね法人になってる管理組合となっていない管理組合で主語がどう違ってくるか、まあ、ここに尽きるんですね、まあ、こういう一覧表などを使って試験で直結していくようなね、えー、まあ総まとめ、まあ、早い段階から総まとめというのもおかしいですけどねこういう形でより実践的な、えー、まあ知識を植えていく。 というのが2つ目ですね。で、最後の3つ目この講座今現在、えー、主張になってる時がいつかっていうところも確かにあるんですがおそらく半年以上勉強続けなければいけないんですよ。で、あのー、簡単に言ってしまいますとこの満貫も官業もですね 受、えー、かるか受からないかは決められた期間しっかり継続できるか、まあ、これにつきますどれだけの勉強をやったとかね、えー、どれほど深いことをやったかというよりもどれだけ継続できるかっていうことなんで,で実を言うとこの、えーまあ、助けになるのは生講座なんですけどね、えー、生講座はまあもちろん先ほど言ったね、まあ、いろんな部分では、えー、まあ 直接ぶつけれるとかいろいろあるもののですね実を言うと一番大きいのはこの、えー、長く続ける意味でモチベーションが保てるというところなんでしょうかね実際にですねこのハイブリッドの講座もですね、えー、と長期に分かたっておりましてですね、えー、3月の24日からこちらですかね 3月の24日からずっとまあ結構試験直前までね半年以上にかけてやっていくんですね結局これをどう継続していくかっていうところなんですねもちろん1回2回休んだところで、えー、これはもうちゃんと歩行を用意しておりますが、ねえー、続けること、まあ、これが私の、えー、役目だと思ってください。皆さんにやる気を 継続していただくようにいろんな手段を講じながらやる気にしてもらってそして最後の最後までねなんとかこの,、えー、この講座をね、えーまあ、受講し続けてそして万全とはなりませんけれどもその力勢いのままね試験会場に挑んでいただくという。 力添えを私が必ずしますので、まあ、それが最後に一番特徴だとは思います。はい、えー、いろんなご事情でこの資格、えー、取ろうと考えていらっしゃるとは思います。えー、ね。継続してやっていくときにま是、あ、非ともちょっとだけでもね。力添えに、えー、していただければと思いますので、まあ、講座日程や。それから開催場あの渋谷それから。えー 運命だね、えー、となりますがその他校においてもねあのどういう形でっていうことはぜひぜひ、まあ、各校のスタッフの中あるいはレッグのコールセンターなどに聞いていただいてねご検討くださればと思いますぜひぜひよろしくお願いします